シャドウイング行きましょう。では、シャドウイングしていきましょう。いきます。立花さん、年は？年？まあ、年齢っていうのはね、その人の歴史っていうか、いろんな経験をして、その度にいろんな気づきがあって成長してきたわけで、別に恥ずかしいことじゃないから正直に言うけど、二十歳です。ではもう一回いきましょう。はい。千葉田さん、年は？年？まあ、年齢っていうのはね、その人の歴史っていうか、いろんな経験をして、その度にいろんな気づきがあって成長してきたわけで、別に恥ずかしいことじゃないから正直に言うけど、二十歳です。はい、いう感じですね。はい。では今何と言ったか確認していきましょう。立花さん、年は？年？まあ年齢っていうのはね、その人の、ね、歴史っていうか、いろんな経験をして、その度にいろんな気づきがあって成長してきたわけで、別に恥ずかしいことじゃないから正直に言うけど、二十歳です。こんな感じですね。はい。まあこの人実は39歳なんですね。はい。で、まあこれ合コンって言ってさ、まあその新しい男女の出会いの場ですよね。そこで、まあ男性っていうのはやっぱ若い子の方が好きだから、39歳っていうのはちょっとね、で普通だったら隠したいところで、だけど39ですってオープンで言うのもなんかちょっと違うということで、この人はいろいろためらって正直に言うけどっていう前振りをしておいて、二十歳ですっていうジョークで答えるっていう。はい。まあそういうことですね。そういうテクニックを使ってますね。はい。ではちょっとこれを見ながらね、シャドウイングしていきましょう。立花さん、年は？年？まあ年齢っていうのはね、その人の歴史っていうか、いろんな経験をして、その度にいろんな気づきがあって成長してきたわけで、別に恥ずかしいことじゃないから正直に言うけど、二十歳です。はい。ということで、まあ、このドラマは結婚できないじゃなくてしないんですっていう、まあ、そういうドラマで非常に面白いんですけど、はい、そうですね。今回のポイントは、話に抑揚をつける、そして間を意識するってことなんですね。はい。抑揚っていうのは、話がこう、なんでしょうね、ものすごく強調したくて強くするところもあれば、そんなに大事じゃないからちょっと弱くするっていうところとか、あるいはスピードをガーッと速くしていく時もあれば、大事なところはすごく遅くゆっくり間を空けて話すみたいな、こういうの抑揚をつけるって言いますね。はい。でもこの抑揚があるとすごく会話がこう生き生きとしてきて、テンポも良くなってくるんですよね。はい。で、結構その日本語勉強してる人たちと喋ってて思うのが、すごく上手い人、日本語が上手い人でも、この話の抑揚とかっていうところ、そこまでいけてる人ってほとんどいないんですね。はい。やっぱこう上手くても話がこうずっと平坦で、同じテンポで、同じようなこう強さで言ってしまうので、やっぱここの、そう感情だとか、自分が伝えたいんだっていう、そう強調したいところとかっていうのが全然伝わらないんですよね。はい。はい。逆にそれができる人って、ちょっと言葉がおかしくても、なぜかその人の話は面白いとか、なぜかその人の話は頭に残ってるとかね。そういうのがあるんです。うん、そう。はい。この間っていうのもそうです。日本語ってやっぱこう全部そのままバーッと言えばいいってもんじゃなくて、大事な時はやっぱりちょっとこうやって開けるんですよね。そうすると、はい、なんだろうってこう聞いてる人はね、注意するわけです。はい。さっきの最後の部分ね、
時期に言うけど、二十歳です。ここもそうでしたね。そうそう、はい、2秒止まりましたよ。はい、正直に言うけどって言って、二十歳ですって、ここの2秒3秒ですよね。ここの間ですよね、はい、こういう間も、はい、普段シャドウイングとかドラマを見るときに注目してほしいんですよね。で、はい、これができるようになるとものすごく印象が変わるんですよね。はい、なのでぜひこの話の抑揚、そして間っていうのを注意して、あの日本語を聞いてほしいなと思いますね。はい。